皆さんこんにちは、私たちマジカルパンチラインです。沖口優奈です。宇佐美空です。宇佐美です。山本花です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回は、はい、映画館でのデートコーデ対決。大体と言ってもあのもう実は結果は出ておりまして、あのこの撮影してるリアルタイムでマジカルパンチライン公式 X の方で公式 X の方でアンケートを取っておりまして、はい、もうあのファンの人に投票してもらって、どのコーデのことを一緒に着たいかっていう、服だけだから誰のコーデか分かってない。確かにそうですね。なんか推しとかじゃなくて正真正銘ちゃんとこの女の子とデートしたい、ね、ということで皆さんもどのコーデがどのメンバーか分かってないということで、まずは着替えていきたいと思います。レッツゴー。それではエントリーナンバー1番増田珠希さんです。まあ秋っぽい。でもこれ生地自体がそんな厚くなくてちょっと薄くなってるので、ちょっと涼しくなったぐらいの時に着れる服となっております。いいね、デートっぽいよ。かわいいよ。かわいい。かわいい。デートだよ。じゃあ続いてエントリーナンバー2番宇佐美空さんです。今日は映画デートです。はい、映画デートです。なんでやっぱ映画デートなんで、あの映画館が冷えたりとかするじゃん、うん、はいはい、やっぱ冷房ガンガンだったりとか、確かに、そう寒いからちょっと長袖 で、うん、でなんかちょっとこれもなんかちょっと秋っぽさ、うん、はいはい、あのブローチ似てるね、確かに、こういう感じで出してみたりとか、あとはなんかリボンをつけてちょっと上品さを、あ、女の子っぽくね。そうだから普段やらないハーフテールなんかもしちゃったり。可愛いです。ハーフテールって何だろう。ハーフテールって何だろう。よし、おきからハーフテール、ツイッターでも気になったね。ちょっと気になったな。ハーフテールそらちゃんでした。ハーフテールでした。ちょっとね、もっと私5位だと思う。え、嘘だよ。いや、でもこの花見せろ。そう、絶対いいと思う。
ね、なんか1位っぽいな、やっぱデートだからね、うん、だから多分めっちゃシンプルだからさ、あんまりシンプルってファンの人になんか受ける感じじゃないじゃん、あでもどうなの、みんな好き、みんな好きなの、もしかしたら耳だけが、確かにそれあるんだ、短いね、でもまあ誰が1位になってもおかしくはないよね、可愛いね、いい感じでまとめて評論家みたいなジャンルがね違うから、みんな違うから、でもファンの人が好きそうなのははるかのやつ、ね、まあ、確かに可愛いよ、みんなは予想できたのかな、これがこの子のやつかなみたいな、それではまず順位をね、はい、から発表していただきたいと思います、イエーイ、え2位から発表していきますよ、ナンバー2を発表していただきたいと思います、はい、あ2位はソラちゃん、イエーイ、それで2位です、感想は、はい、嬉しいです、あちょっと1位をね取り損ねちゃった、まあ、あいつも通りの1位にも5位にもならない、中途半端でちょっと上がったで、3位、ちょっとそうだ、3位じゃない、3位じゃないから、それでは第3位動画もお楽しみに。